インタビュー。さあ今日はですね、えー、言論カフェにお邪魔して、日比野家の安住弘之さんにお話を伺います。東さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、えー、インタビューさせていただくことは実はですね、3年前にオンラインで。 えー、東さんにその時はこの「言論戦記」でインタビューさせていただいたんですけど、うん、その時は場所がですねもうちょっとイザ雑って言ったらちょっと失礼かもしれないですけどなんか部屋みたいなとろで後ろに本棚いっぱいあったんですけどどこだったんですかねあそれ多分自宅じゃないかなあご自宅ですか、ねえー、ちょうど2021年の多分そうですねズームの画面ですよね後ろに全部本棚があって、はい、あれは自宅ですねそれでその時に「なんか最近のベストバイ何ですか?」って伺ったら、うん、いやーなんかあの新エヴァのなんかこんな杖みたいなやつだなって言ってたじゃあご自宅ですかね <laughs> わ <laughs> かりました、はい、そういうわけで,です、ね、僕、あの今日ね、オフラインは初めてなので、非常に緊張してるんですけども、きょうはこの言論カフェ、えー、逆にお借りしていますが、こういった形で、まあ、東さんが当然、主催のイベント、えー、で、ここ、もちろん使うと思うんですけど、うん、僕のように外部の人間、取材させていただくていう形で、ここを使うこともあるんですか僕があの本の観光で取材を受けるときは、結構ここを使ってますね、はい、あそうなんですね。はいうん まあそういうい意味で今日ね僕も普段外から見ていてこういう感じなんだっていうことでこのねカメラの逆側なんかにもね結構いろんなサインとか絵があるんですけど基本的には登壇された方に最初にここ出た時に1回お願いしてるって形ですね、はいはいえー、これこんなこと言ったらあれですけどもうここ絶対場所を映ったり壊せないですよね。そうなんですよね <laughs> だからこの壁 バンチーみたいに壁,剥がすまあ壁取り外せるんですけどまあでも取り外してもね、うん、これどうやってもう一回建てるかって言ったらちょっと難しいですからねなかなかここから引っ越す時にこれどうするんだとは時々思えてます、はいうん、ちょうどあの前回にあのお話が伺った時は多分言論という会社が10年だったと思うんですけど、うん、この言論カフェはまあそれから少しず,ずれて,て。ずれてます言論カフェが今年去年10年かな そうですよね。うん、ということでね、あの今そういう節目で、まあ今日お話伺いたいんですけど。これ、バーもあるじゃないですか。バーっていうか、ドリンク。はいはい、ここもともとどういう場所だったの。いや、あ僕借りる前ですか。はい、このためにこういうの作ったんですかか。そうです、そうです。あの、だから借りる前は単なるオフィス用のビルですよ。ここは。元はなんかバーだったとかじゃないんですよ、ね。は <laughs> い,い,い。はい。いやすごいですね。 そんな中でね、今日お話伺うんですが、あの、本編に、まあ、入る前、最近、あの、東さんのサブスクも、うん。拝見させていただいてて、うんはい、思った以上に、あの、東さんがさ,さらけ出してて。いや、そうですよね。まあ、基本的に何々の方を読んだしか書かない, <laughs> いサブスクですけど。はずで安心して読んだんですけど、うん、ちょうど僕、当然、あの、タイムラインに流れてくるじゃないですか。最近、なんか取材、取材じゃないや、あの、来る人は、あまりに準備してなくて、うん、ちょっと困っちゃうなっていうのを僕見ちゃってやりにくいんですけど、うん、<laughs> やっぱり、 そうなんですかね <laughs> まあそういう感じることもありますよねはいきなりなんかこんなあの仕掛けるのもあるんですけど <laughs> でもちょっと普通にや「誕生日はそう本のことしか書いてない」っておっしゃってたんですけど、うん、もう本当にあの本を毎日のように、うん、まあ普通の僕なんかからするとこの本読むのに1週間1か月かかるんじゃないっていう本をなんか毎日のようにあげてますけど毎日本当にかなり相当量読んでる感じなんですかまあやっぱり本読むののが好きなな仕事なので、うんうん 空いてるるには大体本を読んでるのでなんか前あの前回のインタビューのときにやっぱり言論っていう会社を作ったときに、うんうん、経営で、いろんな得るもの、失うものみたいな話ありましたけどやっぱり一つにその本を読んだり映画を見たりする時間はやっぱり相対的に減ったよねっていうお子さんとかも含めてありましたけど最近どうですか、その辺はちょっと増えた、減った、変わらない。うん、どううだろうな、まあ、もしかしたら少し楽になってきているのかもしれないですね。 まあただやっぱり雑用多いですからねいろいろ議だなんだかんだあとイベントやるって言ったらイベント用の本読まなきゃいけないしでも少し減った少し楽になったっていうのはもうちょっと詳しく聞くと何でしょうねまあやっぱり会社が大きくなったので、うん、その分責任が重いこともありますけど人に任せることができるところも増えたので昔はそれこそ56年前とかだと本当に全て に口出してたというか全部会議出てたというかそういう感じだったのでもう今はそれはないんでね、うん、まあそういうい点ででは少し楽ですまあじゃあその辺もねちょっとこの言論戦記はもう出てからもうすぐねまあ3年4年ぐらい、うん、あとねそのアフターもちょっとねあとで少し時間があれば伺いたいなと思うんですけどそもそもなんですけど、まあ、本当にあの東さんに忖度するわけじゃないんですけど訂正する、まあ、力と今回の、ね、この訂正可能性の手伝、はい、まあ去年それぞれ出て本屋さんってめちゃくちゃこの 特に訂正する力もう平積みとかはい、はい、コーナーすごいんですけど、はい、こ,ここまでのんでしょうまあ売れてるというか、はい、その辺ってご自身で言うますけど予測してましたいやまあなんていうかまあそこそこ売れるものを書 <laughs> くつもりではやったので。はいはいはい まあこれぐらいの反響はあるだろうと思ってました。これ今ど、どのくらい差し支えなければ売れてるんですか僕はここで数言っていいのかなまあ、とりあえずあのー、はい、えっと、この間スポーツ新聞に記事に出た段, <laughs> 段階では6万部を超えてた。すごいなそうなんですね。そうなので、まあ、今日ちょっとね、いろいろお話し伺いたいんですけど、でも、なんて言うんでしょう。売れる方ってことあると思うんですけど、なんででもこ,このくらい売れ,売れたと思いますやっぱりまあ、僕の問題提起って言えば、うんはい、まあ、ある意味非常にシンプルで、うん 今あのインターネットを見れば分かるとおり、とにかく自分の間違い絶対認めないと、ちょっとでも認めたらもうアウトっていう、すごいこう防衛的になってる人が多いので、うん、そういう中でこう、間違いを認めて、正すっていうことが大事なんだよっていうメッセージは、はい、まあ多くの人に、うん、あの響いたんじゃないかなと思いますね、うんうんまあ、その中で、ですねあの、まあ、その間違い、謝罪するもの謝る、ミステイクの誤りも、うん、まあ両方かかってると思いますけど。 これ、まあ、今日見てる方でねあの訂正する力当然読んでいただきたいんですけどざっくりその定義のところで、うん、ちょうどこの本の一章のところで訂正する力っていうのはいくつか、まあ、僕なりにこれ定義として書かれてるんじゃないかなっていうことが、うん、やっぱり過去との一貫性を主張しながら実際には過去の解釈を変え現実に合わせて変化する力、うんえー、持続する力聞く力老いる力、うん、記憶する力、うん、読み返る力といろいろありますがせっかくなんで、まあ、この定義も大事なんですけど事例っていうことで、まあ、このできれば本書に。 まあ書いていてないこのタイムリーなことで訂正する力が最近働いてるなと思ったできればポジティブなことネガティブなことはすごいね思いつくんですけどそういう質問されると思ってなかったのでちょっと今思いつきませんが、うん、あの本当は訂正する力って僕たち日常的に常に働かせてるもので、はい、どっちかっていうとこの本の主張は、うん、あの訂正する力持ちなさいっていうよりも僕たちが日常的にみんな訂正してるってことに気づきなさいなんですよね。 日常的にだからあのずっと一貫してますとか、はい、同じことやってますっていうふうに自分で思い込んでても実は変わってるんですよ。うん、でそのことに気がいいてほしいわけ、うん、だから僕たちは実はずっと訂正し続けてるんですよね自分は全然そんなことやってない昔から一貫したこと言ってるし主張は全くブレてないって思ってる人でも、はいろいろ見てみると時代時代代でで少ししずずつ修正してるはずなんですよ、うん、そのことに気が付いてほしいっていうのが僕の考えなんで、うん、だから訂正する力はむしろ あっちこっちで働いてて大体の場合はうまくいってるというか大体の場合は、うん、あのそれを使いいなながらみんな生きてると思います、ね、そうすると使いながらだし僕もこういう質問するってことは意識すらされてないことが日常ところがむしろ自分がいろいろ変化してきたってことを忘れて議論を立てて。 絶対的な正しさがあって、うん、で、急にこの、すごくかくなりになるわけですよね。で、議論がどんどんこじれていくと、うん、いうことが多い。うん、だから、もっと自分たちが常に訂正してるっていうことにみんな気がついたら、もっと議論も豊かになるし、うん、トラブルも少なくなるんじゃないですかっていうのが、まあ僕が言いたいことですね。訂正する力を身につけようというよりも、気、気づこうっていうことですねそうですね。 このカバーにもねやっぱりその先生ですけど私自身がこう自分でやっぱりずっとこの番組やっていてライフアップデートっていう概念がすごい大事だなと思っていて、うん、やっぱり人生ってなんて言うんでしょう個人的な感覚ですけど20世紀的な感じだとライフアップグレード、うん、どんどん積み上げていけば成長していくだろうみたいな概念だったと思うんですけどやっぱりこれからそうじゃなくてどんどん更新していかないとやっぱりいけないっていうまあポジティブでもあるしやっぱりちょっと恐れてみたいなところもあ,、うん、あるんですけどでも今の話でいくと今日訂正する力とアップデートって 一緒だなっていうふうには思ってたんですけど、うん、東さんがおっしゃってるのは、まあこのアップデートっていう意味では重なるんですけどやっぱりすみません繰り返しになっちゃうんですけどそういうふうに変わろうよじゃなくて気づく。うん、っていうか <laughs> あの僕たちはそもそもも アップデートし続けてるわけですよ。だって体だって変わってるし、歳もとってるし、新しい情報を毎日入れてるわけでしょ一年前の僕と今の僕では多分微妙に考えも変わってるだろうし、うん、世の中に対する認識とか、例えば何が正しいことで間違ってることかっていう軸なんかも変わってるはずなんですよね。はいはい、人間みんなそうやって変化しながら生きてるわけであって、はい、変化してるっていうことを転校したとか変節したとか、うん、一貫してないとかって言って、攻め合うのは意味がないんじゃないですかっていうのが 僕の考えなわけ。うん、だからアップデートは考えなくてもみんなしてる。うん、大丈夫。<laughs> パソコンで言うもうじあのアップデートしますかじゃなくても自動でしてるってことですね。そうね。だからあの自動でしてるのに気がつかないと、うん。 アップデートなんかしてねえよとかって、いらねえよ、そんなのっていう話になっちゃう。いや、そんなこと言ってもしてんですよ、実はと。どんどん環境って変わってくんで、はい、環境が変われば同じあのことを言ったり、同じことを行動してても効果って変わってるわけですよ、うん、変わってくるわけですね。はいはい、で、そしたらその結果の変化に応じて、自分の方の振る舞い方も変えなきゃいけない、うん、まあこれ、かなり普通の話で、うん、ところがそれが政治とかの議論になると、うん、そういう議論が急にできなくなるんですよね。ここでだ挙げてるのは例えば 憲法を改正するかどうかとかですけどもう憲法一軸でも変えたら終わりだみたいなねでも憲法を作ってもうすごい時間が経っていて、うん、今の日本国憲法を作った時とはまあこれ安全保障だけじゃなくていろんなものの考え方変わってるわけですよね世の中、うん、そしたら憲法の精神を守ろうところが守るために変わるっていうことに対してもすごくこう、えー、恐怖を覚えたり。うん 反発を言ったりする人たちっていうのが多くて、はい、そういうことがすごくななな議論をを出口をなくしてるなってるるっいう,ふうに感じるんですん、まあ、今憲法の話あったんでちょうど触れたいんですけどこの本のところですねあの59ページのところで「訂正する力は記憶する力でもある」っていうところでですねいろいろちょっと読んでた時に日本人のその国名性としてやっぱり手のひら外しというかうん、うん、熱しやすく冷めやすいみたいなものが書いてあってうん、うん、やっぱり100ゼロ、うん、今例えば憲法が変えるか変えないか。うんで たまたまこの間、あの、日本保守党か、あのうん、百田さんの書いた本も読んで、あの中で、まあ、どちらかでも個人的にはちょっとやっぱり、あの、日本保守党とか百田さんっていうだけで、うん、僕はちょっと勝手に構えてたところなんですけど、意外と読んだら、うん、あの、移民政策に関して、やっぱり移民イエスかノーかっていう質問自体やっぱちょっと乱暴だっていう、うん、それはその通りだなと思って、うん、あの、その中で移民政策なんかこういう部分はいいんじゃないかみたいな、うん、まあ、自戒も込めてですけど、どうしてこう、僕たちというか、ちょっと日本はその、ゼロ一というか、百ゼロ なんでしょうねこういう風土っていうのはなんかあるのかなっていうのちょっと思ったんです。いやー、わかんないな。それに日本がもともと100ゼロの国だったのかどうかもわかんないし、うん、まあ、とにかく SNS が100ゼロの議論に向いてるのは間違いない。あと、日本は、あの、明治維新と敗戦の2回の、うん、まあ、ある意味での成功体験っていうのがあって、うん、その1回過去を全部否定すると。それもう、江戸幕府全否定、はいはい、近代、 か開国、うんはい、そして次はもう、あの、明治維新体制全否定。うん、民主化、アメリカ化。で、まあ、そういうなんか、過去の全否定、方針全面展開によって成功したっていう記憶があるので、はい、どうしても今も、 あの、日本の未来を考えると、もうリセットというか、もう一回、あの、とことんぶっ壊れちゃったらいいんだよ、みたいな議論が、結構インテリの方なんかもしますよね。そうですね。だから、ああいうロマンチックな議論は僕はやめた方がいいと思うんですよ。一回壊れたら終わりですって、壊れない方がいいですよね。だから、やっぱりなんか、一回とことんぶっ壊れた希望が出てくるんだ、みたいなのは、物語としてはいいけど、現実はやっぱりそうじゃないと思うんで、やっぱり、あのー、 そこそこいろんなものを引き継ぎながらね。うん 前に進んでいくしかないわけですよそれに実際あの明治維新とかあの敗戦にしても全部壊れてるわけじゃないんですよねかなり様々なものが引き継がれているわけですよだからこれから日本を代わりにしたって今の日本が持っているものを全部壊して新しくリセットなんかできるわけないわけでそういう点で議論するときに古いもの全部ダメとかあと老害全部ダメとかそういうのは僕あんまり好きじゃないんですよねやっぱりいろ引き継いでいかなきゃいけないまあその中で今日ねやっぱり個人的には一番訂正する力その発動 どうできるかまあ気づか気づかないの鍵かなと思ったのはですねあの、まあ、やっぱり触れないわけにはいかないと思うんですけどこの今日インタビューする、まあ、ちょうど1週間ぐらい前で,ですかねあの猪瀬直樹さんとの対談を僕も <laughs> 見させていただいて遅、まあ、まきながらギリギリこの昭和16年夏の敗戦も読ませていただいたんですけどその中であの、まあ、その中身うんぬんというより。 この訂正する力の中に、まあ、立場と固有名っていうことを2つ書かれてると思うんですけど、うん、その訂正する力を発動できる鍵っていうのは個人的になんですけど立場と固有名に書くんじゃないかなと思っててっていうのもまあまあご本人に言うのもあれですけど僕なりにちょっと勝手にあの読み取ったのがそのこれ立場っていうところでいくと読んでない方もいらっしゃると思うんでこの、ね、本の中で、まあ、猪瀬さんがその昭和16年夏の敗戦という名著について東さんが触れられてて、まあ、その内容はさておいてですけど、まあ、その本で。 やっぱり猪瀬さんがね、そのジャーナリストとして、きちんとその、まあ日本のね、必ず戦争に負けるっていうね、ことが分かってたのに、えー、日本がなぜその戦争に走ってしまったのかっていう、まあその辺のね、組織のいろんな問題なんかを鋭く切り込んでいてですね、そういったものを、まあ猪瀬さんがきちんと書いたジャーナリストとして、まあ素晴らしいね、あの、そのブームがあったにもかかわらず、まあ猪瀬さんが逆に都知事に、 なってからは東京のあの暑い夏かおそらく分かっていたけど、まあその訂正できなかったというか、その辺に関してまあ書かれてたと思うんですね。で、その時に東さんがこの最後にその下りのところでまあ。 ちょっとだけ引用しますけども、え、イノさんも東京の夏が暑いことは分かっていた。ただ、え、それを一言でも言ったら批判勢力が何を言えるか分からない。今の日本である程度の影響力のある立場になってしまったら、危機管理上訂正しない人間にならざるを得ないわけです。ということで。まあ、ここで僕は、ま、このイノさんうんんというより、やっぱりその人が、ま、影響力のある立場になることによって、訂正、ま、しないといけないと分かって、 って言ってもその逆でこの本の中に「やっぱり訂正する機会に恵まれに」には「固有名になれ」って書いてありますよね。うんうん、で固有名になるっていうのはこの中には多分交換不可能な存在になるとかその辺と連動すると思います。ただどうなんでしょうねこれ僕が勝手にイノシさんとの対談見てて思ったんですけど昭和16年夏の敗戦を書いた時のイノシさんは当然その訂正する力、まあ、まさにそれを体現されてた方。うんでも 固有名になっていた猪瀬さん自身が立場、公人になってしまったことによって、固有名が外れちゃったんじゃないか、うん、って思ったんですけど、ど,どう。ですか、ね、全くおっしゃる通りだと思います。うん、結局政治家っていうのはある意味。まあ、本当立場の権限みたいな人たちですよね。うんうん、それに対して猪瀬さんは作家が政治家になるってことが大事だとおっしゃってた。うん、で、それは今のあの話だと、その固有名のになっている人間が、ある種その。 立場っていうものを引き受けることによって政治の硬直性っていうのを揺るがすことができるんだよというふうに猪瀬さんおっしゃってたんだと思うけどあの先日ここに来て大阪万博について話された時に猪瀬さんはもう完全に立場からしか話されてないので、うんうん、いや猪瀬さんそうは言っても僕の質問の意味分かってるでしょうって言っても、うんうん、全然分かんないよっていうことだけだったから、まあ、そういう意味である意味その作家の部分っていうか、うん、まさにその。 有名として立ちたそこれ僕の深読みしすぎかもしれないですけど、うん、あの場に出て猪瀬、まあ、さんもいろいろ多分当然ですけど言われることは多分分かってらっしゃるじゃないですか、うんうん、でも出て会場から来た方とか僕もやっぱりちょっと残念ではあったんですけどでもその残念だって思われるっていうことはそれも訂正する力が働いてるってことなんですかね固有名の猪瀬直樹をみんなもう一回見てるみたいな。そうですね ただあ,のあの番組はそもそも大阪万博がテーマではなかったんですよね。<laughs> 確 <かに S 1> 打ち合わせでも万博の話っていうのはまあ後半ぐらいでやりましょうかということになっていたんだけど、うん、実際に壇上に上がったらもうすぐ万博の話を自ら始めて、うん、猪瀬さんという人間というのを聴衆や視聴者に伝える時間を持たせてくれなかったと感じました聞き手としては。うん、それ残念ななことなんですが 猪瀬さん自体が選んだというか俺は今日は万博の話をするからと五輪の話をするからっていうので来ているのででもあの時聴衆の方から質問も来たけれども俺たちそれ聞きたかったっけってあったと思うんですよね猪瀬さんってもっといろんな仕事されてた人で五輪と万博のスポークスマンでだけの人ではなかったわけだから猪瀬さん自身がなんか自らこう自分を立場の中に閉じ込めていると いうところは思いました。いつも、えー、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。 この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや地蔵トークにもアクセスしていただけます。えー、随時これは面白い、これはいいんじゃないかっていうコンテンツもアップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいた皆様からのメンバーシップのこの回避はですね、インタビューシリーズの 制作費費費費だだっったたたり国内外ののののインタビューにに伴う交通費宿泊費その他取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っていいいきと思ます、えー、最後になぜ僕が無料でインタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました。前に進む勇気をもらいました。救われましたという声をいただき続けてきたからに他なし なりませんこの声は、世界がコロナ禍に見舞われた2020年頃から一層増えたように思います。これは本当にありがたいことです。ただ、同時に、それだけ心身ともに疲弊したり、不安を抱えたりしている方が増えていることにおかならない、まあ、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期をこの数年送り続けてきました。でも、こんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学び にあふれるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じていますこれまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん今後は僕たちと同じ姿勢の人普通の人の声に耳を傾けたり八重もすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っていますそして 彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく、本としてもしっかりと残していきたい。そう考えています。そんな思いに共感してくださる方が、このメンバーシップの一員になってくださったら、これほど心強く、そして嬉しいことはありません。ぜひメンバーシップの方でも皆様とお目にお耳にかかれるのを楽しみにしています。以上、早川祐平でした。